皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ニューサイクル、実況始めます。農業工業の改革に大忙しだった前回。コンベア出てきて工業化始まったなって雰囲気。まあコンベア使わないと効率だだ下がりってのはちょっといけてないんですが。それは言うな。それでは今回も文明再興頑張っていきましょい。15年目の春を迎えた我が町、現在人口358名。文明サイクルも鋼鉄の時代に突入。これが最後の文明サイクルですね。さぞご立派な町になってんやろな思ったそこの君。残念ながら最初のサイクルの施設も未だ現役やぞだはは。サイクルの進行に町が追いつくのはまだまだ先ですかね。現在の課題はレンガやセメントなどの建築資材の供給不足。昨年造成したこちらの区画で絶賛生産中で少しは状況も改善。今年はこの区画のさらなる進化を目標にしたいですね。研究進んで後でできるようになったしな。研究の進捗はこんな感じ。前のサイクルである新たなる大都市の時代の研究が残り3つとなりました。例によってほとんど使えてないのよ。石油産業なんかもあるんで早く手をつけたいところなんですけどね。興味津々好奇心というよりあれな、早いとこやらんと手遅れになる可能性もギレゾン。そうですね、サイクルが進むほどに太陽フレア観測タスクフォースからの報告も、その深刻さの度合いを増してきています。早速そのタスクフォースからの報告が入りました。確認してみましょう。太陽フレアによる深刻な環境破壊から逃れるための地下都市であるバンカー、その建設第1フェーズについての報告です。環境破壊の及ばない深度までメインシャフトを掘削、バンカーへの施設、建設に決めき、資材の搬入、そしてバンカー内にセクターを建設すること。バンカー内のセクターは用途別に発電や居住、生産など5区画が必要で、運が良ければ太陽フレアの活性化前に全ての建設が終えられるでしょう。運かよ。彼らの口ぶりでは住民全てを収容する規模のバンカーを建てるのはさらに厳しそうです。そもそもまだ手つけられるのかって話なんだけどね。で、バンカーってもう作り始められるの？ちょっと確認してみましょう。ありました。これですね。建設に必要な資材は材木122、鋼鉄95。やっす、じゃあもう作っちまえばいいじゃん。いやさすがにこれ多分メインシャフトの掘削だけじゃないんですかね。そうなの。でもまあできることからコツコツと、とりあえずそれだけでもやればいいんやないの。ダメです。ダメなの。下手にバンカー立ててイベントが進む可能性がな。今は少しでも時間を稼いでおきたいんです。めたい話やめれ。バンカーの建設はおそらく我が町のファイナルプロジェクト。それに着手する前に町の生産力を上げておきたいのが人情。まずは鉄鉱石の採鉱施設をさらに1基追加しました。鉄の需要が高すぎて採掘が追いつかないんですよね。鉄は国家やからな。今は工具や鋼鉄、建設資材が主な用途なんですが、この先鉄が必要となる製品が増えればさらに需給の逼迫は深刻になりますね。マジに鉄が安定しねえのな。あとこの超使いにくいコンベアなんとかしてくれや開発者さん。農地ではリネンの栽培を始めたので新たに職人用の衣服が作れるようになりました。ブロンズインゴットも消費する一品を生産開始です。これでようやく職人クラスにも衣服の供給スタートです。今までマッパで仕事させちまってすまんな。ちげえよ。最近放置されていること甚だしい住民サービスも久々に対応。かなり前に研究で使えるようになった映像を住宅区画に設置します。要は監視等的な保安施設ですね。高価範囲の住宅にサービスが提供されます。完成した映像がこちら。警備サービスが提供されたことで2基目機の士気が上がります。いいじゃない。映像の優れている点は消費するのが電力だけで労働者がいらないところですね。今働ける2基目機はほぼ全部生産にぶち込んでっかんな。おかげで診療所なんかもまだ建てられてないんですよね。それでもまあそこそこ高い士気を維持できているので結局放置したまんまなんですが、士気が下がるイベントなんかも起きますから、士気向上のための取り組みも余裕の範囲内で取り組みましょう。そして住民各位からの提案のお時間。機械化の進む町では事故のリスクが高まっていることを懸念しているようです。聞かせてくれたましよ。生産現場における安全管理基準を設けてはいかがかという提案ですね。やれたらやるわ。で済む問題ではないので早速検討を進めてもらいましょう。2基目機一人一人が気をつければええんと違うんか。それブラック都市一直線の道ですがな。夏には18人の旅人さんが街にご来訪。ウェルカムマイホーム。もうこれ以上サイクル進まんでな。いくらでも受け入れ放題やでガハハ。いくらでも、というわけにはいきませんが、農業のおかげで食料にはまだ余裕があるのでまあいいでしょう。2基目機増やしとかんと多分バンカーの建設で積むで。まあそうなんですけどね。2基目機が増えればその分食料以外にも工具や衣服も必要になりますので、受け入れた数がそのまま新しい労働力になるわけでもないんですよね。作る物が増えれば資源ももっと必要になるし、思ったほど新しい物の生産とかに2基目機使えないのが悩むところよね。お、どうやら安全管理基準の草案ができたようです。早速確認してみましょう。草案は2種類ですね。1つは安全重視の厳格基準。労働効率は下がりますが2基目機の敷地と町の魅力が上がります。労働中の事故率は低下しますがメンテナンスで消費する物が 30% 増加。一方もう1つの案は効率重視のやったふり安全基準。2基目機の敷地は下がりますが労働効率の低下は半分程度。事故率は上がりますがメンテナンスコストの増加はありません。どちらも採用しないという選択もありです。
これなら安全第一の方がメリット大きそうな雰囲気。どちらを選んでも差はありますが労働効率は下がりますからね。メンテのコストが上がっても街の魅力増し増しで移民に気めき増えればそれでチャラやな。オッケー、ここはホワイト都市らしく安全重視で行くのよ。損得計算すればまあそれが妥当ですね。損得じゃなくてに気めきを大切に思うがゆえの決断なのだよ君。うん、そうだね。さて必要な資材の備蓄も準備できましたので、今年のメインミッションである建築資材の生産施設、そのアップグレードに取り掛かりましょう。準備長かったな。もう空き家で。レンガやガラス、セメントの生産では原料である砂や粘土を採掘する採掘穴、それをこんがり焼き上げる窯が稼働しています。採掘穴については手屋さん施設の石切り場。窯については同じく手屋さん施設の産業窯にアップグレードすることが可能です。どっちもセメントたくさん必要になんのな。それで準備に時間がかかったわけでして、セメントは今後レンガ並みに消費しそうなので、ここで生産効率を上げておきたいんですよね。じゃあじゃんじゃカープでしてくれたませよ。それがそうもいかない事情がござんして。なんですと。こちらの産業窯の青写真をちょっとご覧しろ。これよく見るとコンベアの搬入口があるみたいなんですよ。その意味わかるな。わかりません。コンベアつなげねえと生産効率がだ下がりってことだよ。わかれよ。そういう話もあったのな。鉄や銅を掘ってる採鉱施設と同じですね。これはつまりこの区画を石切り場から産業窯にコンベアがつながる要塞配置する必要があるわけです。めんどくさ。そもそもニキネキタキコンベア使えば効率だだ上がりやでとか言ってたけどさ、実際はその逆でコンベア使わんとオフルの施設にすら効率で負けるっておかしくね。言うな。ということで、まず現在セメントの原料である石と砂を採掘している採掘穴を撤去。あ、もったいないもったいない。実は新規に建設してもアップグレードしてもコストは同じなので、一部の材料が返ってくるだけ一度撤去する方がお得だったりするんですよね。だからガンガンスクラッチ&ビルドしてくれやってことなんかな。施設の建設には時間がかかりますから、そう気軽にやりたくはないですけどね。レンガの生産施設はそのままにして、まずはセメントの生産ラインのアップグレードから始めましょう。一番奥に石切り場を2つ設置します。ここでそれぞれ砂と石を採掘して産業窯にコンベアで運べるようにしておきましょう。最初からコンベア前提で建てる場所も考えとけばよかったな。そうは言っても最初はコンベアがあることなんてわからなかったんですよ。サイクルが進まないと先の研究ツリーが見えないのよね。さらにコンベアを接続しないと生産効率が落ちるなんてことも知りませんでしたし、どうもこの辺りのデザインには疑問が残りますね。正式リリースまでになんとかしてくれな開発者さん。でないとワイラみたいな初見税不満たらたらやで。石切り場が完成するまでの時間を利用して職人や専門家の育成も進めておきます。さすがに職人ニキネキと専門家ニキネキがいる施設増えてきたな。育成には紙を消費しますから、それが重荷になってちょっと研究の進捗もはかばかしくありません。また製材所追加しとかんとな。石切り場が完成。ただ穴掘っただけから随分と立派になったのな。見た目だけじゃなく消費電力も1700とまあご立派な数字。おかげで4基目の石炭発電機を建設することになりました。石炭たくさんある交渉あってよかったな。職人と専門家の育成に時間がかかり、石切り場がフル稼働した頃には施設は冬、石の採掘効率は1日当たり36ですね。思ったほど多くなくね。そう思うのも無理はありません。なんと旧型施設での石の採掘量は驚きの1日当たり40。おい、どういうことだ、旧型に負けてんじゃねえか。原因はちょっと不明なんですが、職人と専門家の士気が高くないとか、そのあたりが関係しているのかもしれません。だとしてもかなり期待外れですねこれは。新しい施設なら消費電力マシマシでニキネキ半分で生産量倍とかが普通でしょ。どうもピアさんの生産施設はどいつもこいつもアップでしてもいまいち、最大の生産効率を引き出すコストが成果に見合わない気がしてきました。旧型たくさん作って人海戦術する方がお得じゃね。アップグレードするモチベーションが上がりませんね。まあここまでやったので後には引けません。そうやってみんな失敗するんやで。とりあえず産業窯を建ててセメントを生産するところまではやってみましょう。2基の石切り場からコンベアを接続できる場所に建設を指示します。ほどなく産業窯が完成。君はご主人様の期待に応えてくれるのかな。ここからは石切り場と産業窯をコンベアで接続していきます。セメントの材料は砂と石と水です。ここで注意しなければいけないのは、産業窯のベルト搬入口は1つ、一方でコンベアで搬入が必要な原料は2種類あるということです。これ無理じゃね。実は複数のコンベアラインを結合するマージャーなる設備がありまして、それを使えば砂と石を同時に搬入できます。じゃあそれで。ところがこいつがとんだくせものでして。なんですと。ないんです。え、何言ってんの。今見ているコンベア引くメニューにマージャーがどこにもないんです。マジかよ。コンベア交差すれば勝手にマージャーができないものかと思いましたが、当然そんな都合のいい仕様はありませんでした。あれこれ試してもどうにもこうにもマージャーを設置することができず、ヘルプにはクソほどにも役に立たないことしか書いていないのもいつものこと。散々キレ散らかして試行錯誤を繰り返すこと約1時間、ようやくマージャーのありかが分かったのがこちら。なんで住宅カテゴリーにコンベア置いてんだよクソガー。どうどう。
これ見たとき思わずディスク叩き割りそうになりましたよ私。スチームなんでそれができなかったのか残念です。でもほら、一応インフラ的サムシングだからって可能性もビレゾン。だったらユーティリティってカテゴリーがあるだろうが、こちとら他のカテゴリーは前提はとっくに確認しとったんやぞ。まさか住宅カテゴリーにあるなんて思わんだろうがボケー。それともなんですか、海外ではコンベアが生活の足として全住宅に管理されてるって言うんですか。なんかすまんかった。代わりにご主人様謝るからとにかく落ち着け。ということで無事石切り場と産業玉の接続に成功。いきなり正気に戻るな。いやほんと苦労しました、主にデザインのクソさのせいで。だから落ち着け。なので今回微妙に取れ高不足なのは私のせいではありません。わかった、もういい、休め。では結果の確認。旧型の釜は1日28のセメントを生産、対して産業釜の1日の生産量は40。バイトまではいかんのな。まだ専門家が配置されていないのでもう少しパフォーマンスは上がるでしょう。ただ釜は作業者クラス5人で稼働するのに対して、産業釜では作業者5人、職人が2人、専門家1人が必要なんですよね。マンパワーで見るとコストに見合うのかちょっと怪しげ。旧型2つの方がいいかもしんない。石切り場も実は同様でして、採掘穴には最大10人の作業者が必要でしたが、石切り場では作業者5人、職人2人、専門家1人が必要なんです。思ったほど必要な見切れ減らないのね。産業釜に至っては増えていますからね。本当はレンガについても生産施設をアップグレードするつもりでしたが、これはちょっと保有にしておいた方が良さそうです。せやな。そんなこんなで悪戦苦闘しているうちに施設は春、我が町は16年目を迎えました。中途半端に終わりましたが、一応建設資材生産のアップグレードも完了。バンカーの建設開始に向けて一歩前進です。準備進めてるうちに時間切れになったりして、今不安なのはそこですね。太陽フレアの進行はバンカーの建設開始がトリガーではないかと睨んでいるんですが、違ってたらおしまいやで。まあ4の5の生きても始まりません。まだもう少し生産力の強化を続けましょう。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。